ごでーす。今日の動画はちょっとね、今から一泊二日で出かける用事があるんですよ。なので一緒にパッキングしていこう。イエーイ。ということで、もう出るので、もう急ぎ目でやっていきたいと思います。まずね、もうずっと入っていた歯ブラシ、大事よ、歯ブラシを入れます。で、バスタオルとかはあるところなので、いつもの用意ぐらいかな。やっていこう、とりあえず。まずですね、メイクポーチを入れます。いや違うか、洋服が先か。ニットのワンピースにしようっと。これ1枚でね、着れるから明日はニットのワンピースを着たいと思います。はい、この中に下着が入っております。え、あと何？コスメだ。この中には化粧水、え、なんか漏れてる？漏れてないか。クリームと美容液が入ってます。夜使う分ね。シャンプーリンスね。これもね、付録だったんだけど、ディストラクチュアリングコンディショナーと洗い流さないトリートメントとシャンプー、3個セットになった付録だったんですよ。こちらを持っていきたいと思います。ちょっと待って、私あと何使うんだ。あ、パックとか持ってったらいいね。じゃあこちら、まだ使ってないルルルンのパックを持っていく、持っていくのと、メガネとかお財布とか、あと薬系はあの手持ちのバッグに入れます。で、マスクも入ってるのよ。だからいらないでしょ。え、こんなもん？こんなもんじゃない？下着持ったし、服持った、スキンケア持った、歯ブラシ持った、メイク用品持った、バスタオルとかパジャマはいらない。え、終わった。終わりました。見て見て、あれだ。なんかさ、いつもあんまり使わないけどさ、そういうお出かけとか行くときにさ、使いたくなるアイマスク。上司で本当アイマスク。ただ帰りは荷物増えちゃうし、ガラガラだと楽なので、荷物が少なくてもキャリーケースで行きたかったんですよ。ちょっともうあと30分で出るんですけど、家を。飴とかはリュックに入ってるし大丈夫だ。これで終わりです。え、めっちゃ早い。5分で終わったよ。え、やばくないですか。5分で終わりました。ありがとうございます。ということで、なんかとっても忘れてそうなんですが、こちらで行っていきたいと思います。なんか忘れてないかな。いや、忘れてないんだよね。大丈夫だ。だってみんなと確認したもんね。みんなと確認したよね。こんなにスカスカなだけ。大丈夫、大丈夫。怖いな。まあ、お金を持ってれば死ぬことはないと思うので、こちらで私は出かけたいと思います。ということで、急げ急げのパッキングでした。大丈夫かな、心配です。まだまだ心配なんですが、出かけていきたいと思います。皆さん、パッキング付き合ってくれてありがとうございました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん、本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。もうさ、寒いよね最近。寒いからさ、なんかニットばっかりになっちゃう。まあでも楽か、ニット。ニットって楽であったかいですよね。はあ、温泉行きたい。行ってきます。